いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。はい、本日ご紹介するのは、竹屋製パンより10月1日に期間限定発売した、県内の商業系高校4校と開発したバナナボート。今回は、秋田市立秋田商業高等学校との共同開発商品、秋商バナナボート抹茶厚木、こちらをご紹介したいと思います。秋田商業高等学校は2020年に創立100周年を迎えます。イエーイ。スポンジになんとつぶあん、そして、バナナに抹茶クリーム、お餅の一種なんだ。白玉粉やもち粉など砂糖や水飴を加えて練ったの。ちゃんと説明までわかんねえこれ。363キロカロリー、乳成分、卵、小麦、大豆、バナナです。いきたいと思います。このね、緑色というのがまたいいじゃないですか。なんかエンドウ豆みたいな。あ、おっ。おお、これすげえ、餅本当に面白いこれはね、秋田商業だからっていうのもあんのかな。いや確かにね、味がちょっと少ないかもしれないけど、お餅がねアクセントになってる。もうこれならバナナいらないだろうみたいなレベルもうバナナなくても成立できるレベルですよこれ。うまい。うん。あ、これ面白い。うん。あ、お餅が入ってんのかな。これ面白い。うん。これは面白いわ。4です。うん。これはね、面白い。うん。いい商品ですよ。まあ、ネーミングとしてはもう少しね。にもあるかもしれないけど、でもこれはね、こういうなんかひとひねりした商品っていうのは好きね。うん、要はもう商品開発が思いつかなそうなものを高校生が考えるっていう、うん、そういうのが逆に好きだなと思っていいなと思いました。うん、はい、この動画面白いな、ためになるなっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、そして関連動画を見てくればまた喜びます。では、じゃあね。